さあこれからバーベキューに向かう道中です。この階段を、はい、あ、動画上よりも伝わります。いやそりゃそうよ。本当にこれやばいですね。滝ですね。滝です。神戸の布引きの滝です。ダミーナットがすごいです。あ、そう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 。で、ダミーナットから余計にこの滝の音が、俺マルちゃんに電話入れてる。荷物重かったら俺持っていくから、誰か一人か二人荷物の管理でおって俺持って上がるでって電話、社長とマルちゃんに言ったら両方出えへんの電話。県外よ。もこちゃんこれ動け。もうこっちはこっちはいけると思うんですよ。でもその着火剤優秀ですね。すごいですよ。あるしばったら。いらんけば新聞持ってきたかった。捨てちゃうじゃん。今日ね。あ、でもね、今日のはあかんわ。新聞は一番よう作ったらな。え、これいいの？もう普通で。あ、もうでもいけるな。風があるから逆。こっちはもういけるな。前うちわで青ワンでもいいぐらい。うまそう。これからもう高級だね。でしょ？これでしょ？ターンでしょ？これはね、あの濃いめの方がいいんですわ。ちょっと辛いぐらいが。あ、そうなんですか。はい、高い。マジですか。では、初牛タン、いただきます。すみません、皆さん、お酒です。うん、うまっ。やば。うまいわ。この歩いてか、歩いて歩いて。めっちゃうまい。めっちゃうまい。ちゃんちゃん焼きだったこれは。そうです。あの、ほんで、あの昨日あのこれも塩は振ってあるんで、はい、キッチンペーパーとラップで巻いて、いらん水分は出してるんで。いただきます。めっちゃ味しゅんでる。こんな味噌でつけたことないです。合うんや味噌。そうですね。酒うまい。うまっ。大輝の魚ありだ。歩いてしんどかった。いただきます。ほんまやほんまや。でも帰りまた同じ味わいする。いやでも重さが味噌のとこいいね。このひとときの下りなんですけど、ヤットさんが飲み物が欲しいって言って、カズキのセンスに任せるから買ってきてって言われた時の下りですね。ちょっと飲みますか。マジでコーラ。あー、いいですね。マジで。これエアコン。そうだね。そうなんだ。何なんだよ。あ、ネタで。いただきます。もう一回もう一回。めちゃめちゃ厚い。厚切り。めっちゃうまい。次のが楽しみ。めちゃくちゃうまい。どう、和樹くん。美味しい？美味しいです。また出てます。全然入ってますよ。美味しいらしいです。間違いない。はい。もうちょい、もう。これ、ちょっとこれすごいな。すごい。社長、これちょっとお願いと。うわ、ごつ。すごいな。あ、これはやっぱあかんわ。うわ、見たい。おお。まあ、ええ感じ、これやばい。レアや。ケツだね。いや、でもね。もうちょいやったら完璧だ。うわ。これは、すごいな。やばいね。やばいやばい。うわ、やばいっすよ。やばいやばいやばい。すいません、これ1枚、6,500円。うわ。これの1日の日当や。姉妹が1,500円やで。なかなかや。山形牛の A5 ランクの。いただきます。肉じゃ食べられ
対にどうなんですかね。どうなんでしょう。柔らかい。柔らかいめっちゃ。どうなん。やばいっすね。やばいよ。ご苦労さんでしょ。そう、これありますよね。食べてくれな、帰り、あの、軽なれへんからしんどいね。食べ放題じゃないから10人すごいよ。どうですか。めちゃめちゃうまいよ。これミスジじゃって。キムチがうまいね。これね、あの、大阪のね、鶴橋っていうところのね、マジうまい。キムチうめえ。確かに、相当にはないかもしれない。じゃあ、何の肉か知りませんけど、いきます。あのね、ほんまにうまいと言葉が出ないというのはこのことですよ。そしてなんでそうなるかというと、みんなで食べてるからですよ。みんなで食べてるからですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。全部俺が買い出しして、全部下ごしらえして持ってきた。やっぱりもうみんなでワイワイしてるの最高っすよ。この辺も多分ね。そうですね。これがもういけるかな。これ結構絶好。そうだ。はい。あの今からもう一回降りなかったね。思い出さすようで悪いんですけど。よかったですね、ケンさん楽しそうで。いやほんま。こんな日はないっしょね、もう。なりますよ。まだ見てくる。はい。え？いやケンさん。次はいかんと。東京やんね。宝くじ当たって自動運転のベンツ買うたら行くわ。僕あんまり乗り物用意するんじゃ、やっぱり車でないと。ではいただきます。美味しい。めっちゃ柔らかい。めっちゃ美味しいです。いやでもそぐわしましたよ。ちょっと 塩コショウでいただいてます。あのミスジです。もう歯がいらない。大変おいしいございます。はじめまして。食べましたか。食べましたよ、だいぶ。いやすげえな、もうなんか僕のとと、これがなんか全然編集ってパソコンでやられてる。ここでそうで定期管理マッこっちが主導するの。その時あ、はい、つきます。で、両方管理マッもうちょっと難易度みたいな。俺、いけるかもしれない。はい、いきますね。3、2、1。はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったですね。はい、はい、で、このバーベキューをやったんですけども、はい、あのちょっとここで一つだけいいですか、皆さん。9月の21日、はい、若草さんのみーみちゃんのお誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。で、10月1日、はるちゃんかいちゃんチャンネルのかいちゃんお誕生日です。おめでとうございます。で、10月1日、我らがたけさんもお誕生日です。おめでとうございます。最後、おまけなんですけど、10月6日、社長お誕生日です。で、かいちゃん、まこ社長、たけさん、みーみちゃん、お誕生日おめでとうございます。皆様ごきげんよう。チャイルドフットのチャンネルをご覧の皆様こんにちは。今日ね、かずき君、はい、コラボということで今からバーベキューやんね、はい、バーベキューなんですけども、あさって9月21日が若草さんのみーみちゃんのお誕生日、10月1日が YouTube 家族のお父さんたけさんと、あとはるちゃんかいちゃんチャンネルのかいちゃんのお誕生日ということで、それのサプライズで今からケーキをねちょっと買いに行こうかなと。皆さんこの後どうなるかご期待ください。これからちょっと向かってみたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。あ、ここやな。これですね、ショコラリーサブリ。じゃあここでちょっと、はい、ありますね、いいの。おー、これお願いします。これお願いします。はい、こちらはボボサイズのデコレーションケーキですね。はい、でね、別料金でもいいんで、はい、あの誕生日のプレートを、これはなかなかいいんじゃないですか。すごいですね。はい、こういうのが至る所にある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 。うちの近所だけでも2軒あるのすごい。なんとか見事と無事に終わりになれてよかったです。面白かった。ありがとうございます。
竹さんと、社長なんで、はい、これ持ってください。いやでも嬉しいですよね、こうやってね祝っていただいて、あのちょっと感動ちょっとその感動をちょっと笑いでごまかしてるところありますけど、はい、よしよし、じゃあ皆さん、はい、歌いましょうか、歌いましょうか、はい、はい、せーので、ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデートゥー、いやー、いつも頑張ってくれてる竹さんに、いつも山登り頑張ってる社長、ハッピーバースデートゥー、イエーイ、おー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 、で、かいちゃんとみみちゃんも誕生日おめでとうございます。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。大人になっても走れる本気のリアル逃走劇 GPS オニロット一本目。はい、チャイルドウッドといえばやっぱり。まこちゃん、まこちゃん。おいしい、おいしいですね。ねえ、ふみちゃん食べて。むしゃっとこんにちは、むしゃむしゃまるです。今日は皆さんの誕生日ケーキをいただきたいと思います。それではいただきます。わ、また言われます。お味どうですか？甘さもちょうどよくてめっちゃおいしいです。お誕生日おめでとうございます。イエーイ。